クリスタデルフィアンホール、バス、イングランドキリストアデルフィアン派は、キリスト教系の新宗教であり、その教義は三位一体を否定し、イエスキリストの人生、非造物性を強調する、信仰によって、永遠の命に入らない魂は、端的に消滅するだけであるとして、地獄の存在を否定する、霊魂消滅説を取るなど、歴史的に、キリスト教の主流を占めてきた教派のものとは大きく、 異なっている。名称はギリシャ語から取られている。意味は、キリストの兄弟姉妹。キリストアデルフィアン派は120カ国にあり、およそ5万5000人のメンバーがいる。クリスタデルフィアンチャッペル、バファロー、ニューヨークキリストアデルフィアン派は2世紀のアリウス派及び16世紀のソチニアニスムが、競技場の源流であると考えられる。教派は1845年頃に、 アメリカで誕生し、ジョン・トマスという英国の名会が後を継いだ。最初のメンバーのほとんどは、トマスのように復興主義運動、ディサイプル協会の派に不満を抱いた人々だった。1848年にトマスは、神がアブラハムと結んだ約束を強調した、イスラエルともの希望、という本を出版した。この本は、キリスト・アデルフィアン派になる、運動の生命になった。 暴力及び戦争への批判は境界になるゆるいグループの形成の要因だった。1863年に南北戦争が始まるとトマスは良心的兵役拒否認めてもらうために政府に届け出るが名前を許しなかったのでクリスタデルフィアンを選んだ。英国で1870年から1900年までキリストアデルフィアン派は非常に急速に成長したが 1873年以降、一連の分割が成長を損ない始めた。それから1957年の再結合の後で、アメリカ、英本国及びオーストラリアに教会が再度急速に育ち始めた。今日5万人のメンバーのおよそ1万5千は、信仰社会にある。以下は、バーミンガム修正信仰生命によっている。常述の通り、主流を占める教派との目立った。 競技場の違いは以下の通りである。キリストアデルフィアン派に全く平らな構造がある。各々のローカル会合は自治である。教授の臨番名簿による全ての兄弟の分け前。牧師がない。別の会合は4つの平均によって関連している。及び同じ都市の会合間のスピーカーの循環。組合からのニュース。これらは通常関連に2度一周持続する。 午前中三つか四つのスピーカーは異なった聖書の調査のクラスをする。それから午後に遊ぶ与える。夕方に崇拝する。海外宣教師連合老人ホームマイナス援助のプロジェクトインドの児童養護施設、アフリカの井戸のようなものである。英国の社会学者ブライアン・アール・ウィルソンは1958から1959年にグループを調査し、内向性のタイプのクリスチャン派として、 カルトの特徴なしと分類した。ただし彼の調査は1957年の再結合の後間もなく完了した。従って彼はこの出来事によって引き起こされた変更を見なかった。再結合の後、キリストアデルフィアン派は19世紀の起源に独特だった外交性の活動に戻った。BBC、ありがとうございます。